ひめです。今日ちょっと雨降ってて、この辺ちょっと暗いんですけれども、すいません。ごめんなさい。ご了承のほどお願いいたします。今日もまたまたカルビーさんのポテリッチ、コーンポタージュ味の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。カルビーポテリッチコーンポタージュ味。まろやかな甘みに濃厚なクリームの風味。これはおまけ付きじゃないみたいですね。おまけはないみたいです。それではしましたら、まず原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。じゃがいも植物油、砂糖、スイートコーンパウダー、ブドウ糖に食塩、タンパク加水分解物、チーズパウダーに酵母エキスパウダーに、パセリ、パウダーに使うパセリですよね。あ、パウダーちゃうわ。なんかふりかけみたいな感じ。緑のブツブツがついてるんですよね。すいません、そんなことはどうでもいいんですけれども、あとは全粉乳に調味料、香料、甘味料、カロチン色素ということです。あとカロリーの方は、これはまだグラム数少ないですね。1袋あたり404キロカロリーとちょっとやっぱりカロリー高めでしょうか。一応そうですね、カット自体はポテリッチシリーズ全部同じですよね。ギザギザカットになってて、これがパセリのパウダーというかふりかけ的なもんでしょうか。この緑色ですよね。それでは、ポテリッチコーンポタージュ味のお味の方チェックしてみたいと思います。あ、これもうまいですね。どちらかというと美味しいクノールさんのコーンポタージュに、この間買ってきた濃厚塩味のポテリッチをこうつけて食べてるみたいな感じで、すっごく美味しいです。コーンポタージュの風味コクもすごくよく出ていて、最後も何とも言えない、そうですね、なんかこうまろやかな塩味で、美味しくいただけるんですけれども、今までのポテリッチシリーズよりかはちょっと喉乾きますね。ちょっとお茶欲しいかなって思う感じですかね。ちょっともう一回チェックしてみます。うまいです。今まで食べたポテリッチシリーズの中で一番味が濃い感じですかね。塩辛くはないんですけれども、ちょっと喉は乾きます。ただそうですね、濃厚コーンポタージュ味がすっごいパンチ効いてて、とっても美味しいですね。めっちゃ美味しいです。すいません、それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。